和田さんの T シャツが奇抜っていう、うん、あそうなんですよ、はい、これがですねちょっとこう見たら気持ち悪いと思うんですけど、はい、ちゃんと見ても気持ち悪いんですよいやなんか一見すると着てないようにも見えるあんまりこれがですねWBC が始まる前に大谷グッズを注文したんですよ。大谷翔平選手買うときってアマゾンで買うから、はい、分かんないじゃないですか、はい、で大谷 T シャツもあれなんか1万5000円とか以上するはずなんですけど、はいうん、それがなんかちょっと安かったんでえっと思ってクリックしたんですよ、はい、そしたらなんかやたらでかいので縮尺間違えたバチモンがちゃんと隠れよと、はい、ちょっと着ていけないですよね。ちょっとやばいです。もうこの1回で終わりです。高い買い物してしまいました。いやもったいないですね、はい、そうです、はい、せっかくのね、そうです、せっかく買ったのに、はい、やっちまいました。大谷翔平選手、はい、なんと総収入、はい、85、はい、これ年間ですよ。年間ですからねまあ、これメジャー史上最高額だという話なんですね、はい、これアメリカのフォーブスが27日に発表した米大リーグ選手の今季の総収入ランキングで、うんはい、エンゼルスの大谷翔平が6500万ドル、はい、約85億1500万円で1位となった、うん、メジャーでの歴代最高額で、はい、今季年俸の3000万ドル39億3000万円を加え、うん、グラウンド外で少なくとも3500万ドル、はい、約45億8500万円を稼ぐと、はい、試算されたと。そうですね、いうことですね、はい、やっぱそのスポンサー収入がめちゃくちゃ多いんですね。そうですね、はい、年俸よりもスポンサー収入ということで、はいうん大谷は日米を含む13社と提携していると、はい、で1月に長期契約を発表したスポーツ用品メーカーニューバランスのマーケティング責任者は、はい翔平の日本市場における年間の広告効果は数千万ドルに上るだろうというコメントをしているんですけども、はいまあ、この前の WBC の時にも、はい、大谷選手が出てる CM めっちゃありましたよね。ありましたね。バンテリンとかあります。あとなんかいろんな CM ありましたけど、バンテリンは塗ってないと思うんだけどな多分筋肉の、いや多分塗ってないです、うん、筋肉のこと考えたら塗らないと思いますよ、はい、あれはね、まあ、でもまあコマーシャルとして、そうですね、まあ、あれ大谷のお父さんとかがやってる会社に、うん、要は大谷の年俸自体は大谷につくんだけど個人にね、うん、だけどあのスポンサー料とかはもう大谷のお父さんが作ってる会社がもうマネージメントしてるんで、うん、もう大谷は言われるがままにやってるかと思うんですけど、スポンサーとしては、はい、思いっきりベットできるんですよ。なぜかというと、はい、絶対スキャンダル起こさないでしょ。あ、大谷が不倫してたとかまず考えられない考えられないじゃないですか。そうですね、はい、これはもうね、うん、企業としてはこの男だと間違いないっていう、はい、なんか、うん、芦田愛菜ちゃんぐらいな感じじゃないですか、はい、あの問題ないっていう感じ。そうですね、はい、いやさすがに大谷選手から、うん、ケツ穴確定とか出てないと思うんですよ。ラインが流出したとかね。ラインが流出してお前ケツ穴確定なとかないよね。もうそれもう日本中世界中が震撼します。そうそうそう、あの翔平がこんな文面を偽物じゃないかって、センテンススプリングとか言わないですよね本当に、はい、文春を食らうって絶対ないでしょ文春、はい、だからやっぱりこれはね、やっぱり大谷翔平に、うん、あのかけることはできると。そうですね、いや、はい、ただあの我々日本国民も過剰に神格化しない方が本人もやりやすいんじゃないかなと思うんですよ、うんはい、そうですね、うん、だから、はい、まあ、なんか我々の思う大谷像ってあるじゃないですか、うんはい、あります。もうなんか、はい、もうとんでもない聖人君子のような人間なんじゃないかって想像しちゃいますけど、はいはい、ちょっとなんかハードル開けすぎちゃうと、うん、本人も生活しづらくなっちゃうと思うんで、いやもうちょっと僕はいろんなこ、うん、話があってもいいかなって僕は思ってはいるんですけど、うん、ただ本当に本人はあのやっぱ怪我したくないっていうのがあるから、はいうん、夜もやっぱ10時間寝たいというふうに言ってる以上、うん、女と会う時間ってない、いやないっすね、じゃないですか。そのだって日中は試合とか練習とかがあるわけですから。だからもうね、あのやったとしても一緒には寝れないから、うん、隣の部屋行ってくれっていう感じでしょ。そうですね、だって寝る時間は絶対集中して完璧に寝たいっていうふうになってるわけですから、はい、腕枕とんでもないっていう、そう絶対しないでしょ本当に、はい、マジでないと思いますよ、はい、そうですね、なのでもうそういう意味ではもう本当あの多分あと10年間は何もないんじゃないですかね。あ、引退するまで、でも自分の体にガタが来るまでは全部、うん、あの行けるとこまで行くっていう感じだと思いますけどね、うん、あれはすごいなと、はい、いや大谷選手、はい、まあ、もうすでに稼ぎ切った感あるじゃないですか、うん、あります、すでに、うん、だけどまだ途上ですからね。これ野球年俸が来年
からになると年間で50億とか、そうですね、 FA でそう、はい、さらに上がるのはもう間違いないですから、もう絶対、では年間50とか80億とか、うん、まあ今あのいくらになるんだっていうね、うん、だから同じぐらいの金額、もうこの今は年俸とスポンサー料ですけど、うん、その年俸が倍とか全然ありますからね。ただやっぱ払える球団がもう限られてきますよね。だからもうメッツか、うん、ヤンキースか、うん、ドジャースかぐらいしかもうなくなってくるわけですよ、うん、はい。なので大谷自体はお金のこと全然興味ないというか、うん、あのなんか日ハムに入ってから、お母さんが口座を管理してて、うん、で10万円だけ大谷翔平の口座に振り込んでたけど、うん、はい、散髪行くのとコンビニ行くしか行ってなくて、はい、それでも金貯まってたっていうまあなんか普段の練習の時とかはまあ球団からなんか、ね、はい、球団が全部出すから、はい、食べ物とかも全部出すから、うん、だから、親が10万だけ出して、はい、それでもうそれでも金がずっと貯まってたという話ですからねとんでもないですよね、はい、とんでもないですよ。もう、はい、あと数年頑張ったら、うん、多分日本の球団軽々変えますよ。変える変える、うん、全然変える。いやもうマジで大谷イーグルスとかにできますよね。できるできるできる。大谷ファイターズとか、そう、あのもだってあのノンプロの球団買ったりとかして、うん、あの若手育成とかしてたじゃないですか。どころじゃないぐらいですよ、うん、大谷自体が球団変えるし、あのほら、サッカーだって本田圭佑がね、はい、どっかの球団っていうかサッカーチーム買ったりとかしてましたけど、うん、まあ、そういうノリですよ。球場も作れるんじゃないかっていうね、まあ、本当いや作れますね、うんうん、でもまあ選手として彼は行けるとこまで行きたいっていうのがやっぱり、うん、そうですね、全てですからね、うん、やっぱ若い時代って限られてるので、うん、そう、今28歳とかで、そうです、やっぱ30代半ばまでですよね、基本的には、ね、基本的にはね、うん、だからそうですね、走れなくなりますからね、うん、だんだんあのスピード、まあ、あれだけ筋肉つけたらちょっとスピードは落ちてくるでしょうね、うん、ただこれからトラウトみたいに横にもでかくなっていくから、うん、うん、さらにだからよりそのホームランを狙ったバッティングとか、うん、まあ、ピッチングに関してはまあなんていうか技巧派になるっていうことも考えられるので、確かにね、うんうん、だからでも今回の WBC で一番速い球投げたのが大谷で、うん、一番速い打球速度出したのも大谷で、うん、一番遠くまで飛ばしたのも大谷らしいんですよね今回の WBC、 いや怖いですね、怖いです。 で今メジャーでもベスト5じゃないですか、うん、あのピッチャーとしても、はい、バッターとしてもベスト5じゃないですか、うん、そりゃやっぱね規格外にも程がありますよね、うん、そうです、規格外ですよ本当に、うん、いや僕正直イチロー選手でも、うん、あなんか自分伝説の時代に生きてるなと思ったんですよ。思った思った、これ以上の文字はもう来ないって思ったもんねいや一郎以上はないなって、うん、思った、うん、思いましたけど、うん、大谷選手っていうまた新しい、とんでもないのが大谷に至ってはもうあのアメリカ人も初めて見たっていう、ね、本当のユニコーンだからね本当に完全にあれもうなんか課金アイテム使いまくって、そう、ハイ課金ぐらいやってあの能力を手に入れたぐらいの感覚ありますからね。しかも顔もいいっていうね、うん、あのスタイルもよくて顔もいいってなんだよっていうね、うん、まあ、ちょっと僕他の番組で言ってちょっと不評買ったんですけど、はい、あの大谷の体型で顔がマキだったらちょっと違う、うん、あ今回の代表のマキそうそうキャラじゃないですか、ま、そうそうそう、あ僕マキ好きなんですよ。マキだって横浜じゃないですか。横浜だし、僕はマキは好きなキャラなんですよ。はい、あのキャラすごいいいなって、うん、あのデスター社ね、はい、あのって思うんですけど、うん、大谷って男前じゃない。はい、どういうことだよ。いやあそこまで揃うってないじゃない。はいはい、天は何物与えてるんだっていう。そう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 。感じですよね。はい、いや本当にそうなんですよ。はい、大変な。うん、すごい選手を今我々は目の当たりにしてるんだなと。まあ、まあ、いよいよねシーズンも開幕していきますから。そうですね、プロ野球もそうだし、MLB も今年野球面白いね。野球面白いですね、うん。大谷が今年どこまで打つかと。そうですね。絶好調じゃない。いやあと何が良かったのかっていうと、うん、その今まであまり野球興味なかった人にも、うん、野球選手の名前が知れ渡ったってことだと思うんですよ。はい、そうですね。うん、そうなると、まあ、やっぱチーム応援したりだとか、はい、まあ、身近にその球場とかがあったら、うん、応援しに行ってみようかとかいうことにもなるでしょうし。うんうん、まあ、これちょっと今年、はい、ぜひ見に行っていただきたいなと思います ね、 なんかカーディナルスの
インスタが、はい、あのヌートバーに抜かれたらしいですよ。うーん、でカーディナルスはもうヌートバー中心にあの宣伝をやっていくっていう方針に切り替えたらしいです。いきなりね6万人が106万人かなんかに、はい、あの日本に来たから、はい、いきなり 106万人、もう100万人増えたっていう、まるまる。いや、それですごいですね、はい、カーディナルスはもうヌートバーのチームにしていくっていう発表してたっていう、まあ、なんだかんだ、はい、日本がね今経済的に凋落してるとかなんとか言われてますけれども、うん、はい、それでも、はい、腐っても日本なんですよ。そうそうそう、エネルギーあるんですよ。そうなんですよ、金も、うん、はい、だって世界有数の経済大国ですし、そうですね、だから人口だって1億人以上いるわけですから、はい、 そうですね、はい、それはやっぱ効果大きいですよね。日本人金もあるし、うん、使ってなかっただけなんですよ、はい、だからなんか消費傾向さえ向けば、うん、一気に爆発はありますんでね。そうですね、日本は。あと日本人ハマると結構使うんですよね。そうそうそう、ハマるとね、野球でもそうだし、はい、まあ、アイドルとかにもすごい金額使ったりするじゃないですか。確かに確かに、それそうですね、うん、まあ、ビジネスにも結構使ってますし、うん、はい、はい、確かに、まあ、これがいい方向に回って経済が循環していくと、うん、はい、日本経済というのもより盛り上がっていくのかなと、うん、そうですね、思いますけれども、はい、はい、まあ、野球観戦でも何でも、はい、はい、やっていきたいなと。そうですね、僕あのエスコンフィールド北海道、はい、あの日ハムの新しい球場行きたいですよね。行きたいなと思うんですけど、はい、あの札幌ドームでは、うん、あの親会社日ハムじゃないですか、はい、そうです、あのファイターズ、はいはい、だけどその札幌ドームに支配されて、うん、あの札幌市に支配されていて、うん、あのシャウエッセンのホットドッグとか作れなかったんですよね、うん、あ、なるほど、はい、それだけど今はあの 自前の球場になったので、はいはいはい、そういうシャウエッセンを使った、うん、ホットドッグとか、うん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 、そういうものもあるようなので、なるほど、そういうのも楽しみに、はいはい、ぜひ買って食べたいなとは、うん、なるほど、思いますけどね。いいですね、なんかね、ちょっとなんか独自色を出せる球場にこれから多分なっていくと思うので、そうですね、はい、あの札幌がねそういう風に出たってことは、うん、いや札幌ドーム、札幌市バカすぎますよね。バカですね。あれすごい金、結局あれか金かけて作ったのに、はい、だってね、野球場とサッカー場を作った併用で世界初の札幌ドームだったのに、そうですね、あれをなんかいやバカすぎますよ。バカですね、まあ、これからその、はい、ちょっと幕を張って、うん、なんかその収容人数半分ぐらいのライブができるようにするとか、うん、まあ、イベントできるようにするっていう方針は打ち出してるんですけど、うん、はい、それで日ハムの数十試合分が埋まるのかっていうと、確かにちょっと難しいんじゃないかなと思いますし、わずぜにのためにですね。という感じですね、本当に。まさに、いやでも、はい、あれが潰れるとしたら、はい、それはそれで札幌市民の、まあ、納税者の怒りというか、うん、確かにね、いうものも出てくるでしょうし、はい、本当あら怠慢ですよ、もう役人の天下り団体の怠慢ですね、うん、本当ですよ、本当ですよ、まあ、でもその結果、はい、まあ、あの良さげな球場ができたんで、うん、はい、ちょっと楽しみにしたいなという感じですかね、はい、そうですね、はい。